ジャカルタ。ジャカルタはインドネシアの首都であり、同国最大の都市。一つの主単独で、ジャカルタ首都特別州を構成する特別市である。人口は950万人を超えており、2016年の近郊を含む都市圏人口は3、120万人と、東京都市圏に次いで世界第2位。 世界屈指のメガシティであり、東南アジア有数の世界都市でもある。東南アジア諸国連合、アセアンの事務局を抱える。古くは、スンダクラパ、スンダケラパ、397年から1527年と呼ばれ、その後、ジャヤカルタ、ジャヤカルタ、1527年から1619年、バタビア、バタビア、 1619年の1942年、ジャカルタ、ジャカルタ、1942年の1972年、と変遷した。また、ジャガタラ、ジェイコトラとも呼ばれ、オランダとの交易を持った日本では、江戸時代以降この名が定着し、ジャガイモもこの名に寄する、ジャカルタという都市より、ジャワ島全体を指す呼称として用いられた。ジャカルタの名称は、ボンゴジャヤ。 偉大なる勝利カルタ、町の二つの単語から作られた合成語が起源である。ジャカルタ首都特別州は外務省の呼び名であるが、同市と姉妹都市関係を結ぶ東京都では、ジャカルタ特別市と呼んでいる。ジャカルタはもともと、16世紀初めまで、西ジャワのパジャジャラン王国の港町、住んだクラパとして発展した。14世紀に成立した中国、明朝の下で、 インドネシアの海域は、殺風体制下におか、アジア域内における交易ネットワークに組み込まれていた。スんだクラパもまた、この海域の他の講師と共に、中国との長江貿易や死貿易、中継貿易で重要な港町として発展した。スんだクラパをジャヤカルタ、ジャジェカルタと改名したのは、1527年に、この地を征服した万天王国のスルタン、ファタフィラである。 16世紀末に、この海域でのポルトガルの高新領独占に対抗するため進出してきたオランダは、西ジャワの王族の内紛に介入し、その一方に軍事援助を行う見返りとして、ジャヤカルタを手に入れた。1619年、オランダ東インド会社総督、ヤン・ピーテルス・ゾーン・クーンがジャヤカルタに要塞を建設し、この地を、オランダの先住民バタウィにちなんで、バタビアと解消した。 その後、オランダ東インド会社の基地として、さらに後には、オランダ両東インド国家の中心都市として、発展していくことになった。1629年には、東隣の中部ジャワを滑る大国であった、マタラム王国のスルタンアグーンが侵攻してきたものの、クーンが築いた城壁によって、撃退に成功し、これが、ジャカルダ市拡大の契機となった。チリ軍側は直線にールを回収され、 それまで、チリ理ン川東岸に限られていた城壁が拡張されて、西岸にも達し、川を市街の中心として両岸に市街地が広がるようになった。また、町の周囲には、運河県用の堀割が張り巡らされ、石やレンガ造りのオランダ風の建物が立ち並び、当初、東洋の真珠と呼ばれる、美しい町並みとなったが、この町並みは、ジャワの気候とは、 必ずしも会っていなかった上に、城壁内の風通しが悪かったことや、周囲の水質悪化によって死亡率が非常高くなり、やがて東洋の墓場とも呼ばれるようになった。また、この頃には、ジャワ人やアンボン人、スンダ人など、オランダ領東インド各地からバタービアへやってきた、人々の根血が進み、と呼ばれる新しい民族集団が誕生した。 フランス革命の余波によって、オランダ連邦共和国が滅び、バタビア共和国が成立すると、バタビアもバタビア共和国の領土となった。1807年には東インド総督として、ヘルマン・ウィレム・ダーン・デルーズがバタビアに赴任したが、彼は、バタビア、ゲンコタ地区が、奨励の地と化していることを知り、その南に広がるやや標高の高いウェルト・フレーデン、地区を開発し、ここを、 行政の中心とした。ウェルトフレーデンには、官長が立ち並び、ワーテルロー広場、ゲン天ンテン広場を、町の中心として開発進められたものの、ワーテルロー広場が手狭であったためやがてその西にあった、連平城であるコーニングス広場、ゲンムルデカ広場付近に官長が移転していき、ここが町の中心となっていった。1811年にはイギリスがバタビアを占領し、 イギリス東インド会社の下で、トーマス・ラッフルズが副総督としてこの地を統治したが、1817年にはオランダ王国へと返還され、再びオランダ領東インドの政治的中心として発展していった。1873年にはジャカルタとボコール間に鉄道が開通し、1877年には市の北東に進行である単純プリオクコが開港した。 ジャカルタの市街地は19世紀から20世紀初頭にかけて南へと一貫して見ていった。1912年にはベルトフレーデンの南のゴンダンディアが白人居住区となり、さらに南のメンテン地区にも住宅街が広がっていった。第二次世界大戦では大日本帝国が東インドのほぼ全域を占領し、その間の1942年に 日本軍政党局がバタビアをジャカルタと解消した。以後、その名称は現在に至っている。日本軍が降伏すると、スカルノラは1945年8月17日に、ジャカルタでインドネシア共和国の独立を宣言したが、復帰したオランダ軍によって再びジャカルタは占領された。この時期、オランダは、市の南部に高級住宅街、クバヨランバルを建設するなど、 再び長期統治の姿勢を見せた。しかし、オランダとの独立戦争は、インドネシアの勝利に終わり、1949年に、ジャカルタから、オランダ軍は撤退してジャカルタは、インドネシア共和国の首都となった。1950年には、周辺地域をジャカルタに編入し、地域は大幅に拡大した。独立後、政治機能のみならずそれまでスラバヤなどいくつかの都市と、同じ規模であった。 経済機能もジャカルタに集中することで、都市機能が肥大化し、地方、島しょ部の人口が大量に流入して、アジアも最大規模の都市の一つとなった。また、インドネシア共和国の中心としてスカルノは、モナスなど、大量のモニュメントを市内に建設していった。1966年から1977年にかけて在任したアリサビキン知事の下で、 都市基盤の整備が開始され、やがて南北方向だけでなく、東西方向へも都市開発が進んでいった。ニュータウンの開発が進められる一方で、市内各所にある住宅の密集地域であるポ本の改良計画も行われるようになった。しかし他の発展途上国の首都同様、現在でも交通や住宅など、インフラ設備が整うにはほど遠く、深刻な都市問題を抱える。 1997年に起きたアジア通貨危機により、景気が悪化し、1998年5月のの引き金となる。この暴動で多くの家人の店舗が焼かれた。2018年8月から10月にかけて、アジア競技大会、アジアパラ大会が開催される。ジャカルタでのアジア競技大会の開催は1962年以来56年ぶりに止め。 ジャカルタは、欠片の気候区分では、熱帯モンスーン気候、アムに属し、高温多湿である。気温は一年中ほとんど変わらないが、赤道に比較的近いにもかかわらず明確な雨季と寒季がある。7月から10月にかけての4ヶ月は寒季であり、11月から6月までの8ヶ月は雨季に当たる。ジャカルタで最も降雨が多いのは1月で、 389.7ミ、mm、リメートルの降雨がある。逆に最も降雨が少ないのは9月で、月平均降水量は30.0ミ、mm、リメートルである。ジャワ島北西岸、地理ンカは川口に位置する。北部に外交タンジョンプリオク、トンジュンプライックを持つ。海岸に近い旧市街とそれから離れた新市街に分かれる。商業都市としては重要であるが、工業は、 繊維工業、造船業などが行われているものの小規模である。ジャカルタ特別区は陸地面積662平方キロメートル、水域面積6977平方キロメートルからなる。ジャカルタの北部の海抜は低く、南部は丘陵地となっている。そのため河川は南部から北部へと流れる。最も重要な河川はチリ軍川で、 ジャカルタ地域のほぼ中央を流れている。これらの河川は、ジャカルタの低い地形、潮の干満そして雨季の降水量によって、しばしば氾濫を起こす。特に、ジャカルタの高配地であり、水源である南部のボゴール市やデポック市は、都市化による人口増加と森林伐採によって、近年洪水は被害を拡大する傾向にある。さらに、洪水は、 直接的な被害のみならず、社会経済的に複雑な問題をジャカルタにもたらす、引き金となっている。1996年の洪水時には5000ヘクタールが浸水し、2007年の大洪水時には5兆2000億、ルピアの被害と85名の死者を出し、少なくとも35万人が家屋に被害を受け、ジャカルタ地域の70%が浸水し、一部地域では、 水深は4メートルにまで達した。近年は地盤沈下が進行しており、ジャカルタは毎年5から10センチメートルずつ沈んでいると言われている。また、ジャカルタ行政区を含めた4地域はまとめて、ジャボデタベック、ジャボデータベックと呼ばれている。これは、ジャカルタ、ジャカルタと西ジャワ州のブカシシ、ベカシ、ボゴールシ、ボゴール、デポックシ、デプーク、 万天州のタンゲラン氏、トンダングの頭文字をつなぎ合わせたもので、ジャカルタ首都圏の故障として定着している。ジャカルタ首都特別州には5つの行政市、コタ・アドミニー・ストロッシ、日本の政令指定都市の行政区に、総統と、リゾートとして知られる、島所部のケプラウアンセリブ、千の島からなる一つの行政権、カブパテにアドミニー・ストロッシがある。その後市、コタマジャは、 43区、ケカメイトンに分かれ、さらにその下に265町、ケルラハン2499町内、ルクンウォーガから28981となり組、ルクンテティンガがある。かつては、ジャカルタの知事は感染であったが、2007年8月、地方文献化の一環として、史上初のジャカルタ知事選挙が行われ、民選の知事が誕生した。 1945年から1960年まではジャカルタには市長がいたが、1960年の終わりには市長から知事へと変わった。1974年、地方自治体の基礎となる1974年の法律第5号によってジャカルタはインドネシアの首都であり、インドネシアを構成する26州のうちの一つと定められた。 ジャカルタは次の各地域に分かれている。中央ジャカルタ市、ジャカルタプサットは、ジャカルタ古市の中で面積人口ともに最小であるが、ジャカルタの中央に位置し、政治経済の中枢が集中しており、ジャカルタの中心部となっている。オランダ植民地時代の空の環境外であり、ムルデカ広場、独立広場、大統領官邸、独立記念塔、モナス、イスティクラルモスク、 ジャカルタ大聖堂、インドネシア国立中央博物館などもここに一致している。西ジャカルタ市、ジャカルタバラートは小企業がジャカルタで最も密集している地域である。西ジャカルタはジャカルタの旧市街の一部を含んでいる。南ジャカルタ市、ジャカルタセレトンはもともとジャカルタの衛生都市として開発された地域であり、現在では ブロック M などの大規模なショッピングセンターや高級住宅の立ち並ぶ地域となってる。南ジャカルタは、ジャカルタの地下水の観葉域としての機能も期待されて、いたが、近年の大規模な開発による、緑地帯の減少によって、その機能が脅かされている。ジャカルタの CBD 地域は、南ジャカルタの聖地やブジ地区と、それに隣接する中央ジャカルタ市の他のアバング。 スーダーモン地区に集中している。東ジャカルタ市、ジャカルタテムルはいくつかの産業の集積する工業地帯となっている。この地域には水田や湿地などがまだわずかながら残っている。北ジャカルタ市、ジャカルタウタラは、ジャカルタ古市の中で唯一ジャワ海に面している。ここには、ジャカルタの外交である単純プリオ区港があり、大規模。 中規模の工業はこの北ジャカルタに集中している。北ジャカルタはジャカルタ市発祥の地であり、かつてバタビアと呼ばれオランダ東インド会社の一大拠点であったジャカルタ旧市街コタ地区の大部分を含んでいる。旧市街にはオランダ時代の古い建物が残っており、観光の目玉となっている。コタ地区の南にはチャイナタウンが広がっている。また北ジャカルタにはアンチョール遊園地もあり、 観光エリアとなっている。ケプラウアンセリブ県、カプーラワンセリブ1000の島は、ジャワ本島ではなく、ジャカルタの北のジャワ海に浮かぶ105の島々から、なっている。この島々は独自で価値ある生態系を持っている。この豊かな自然を生かし、ダイビングや水上オートバイ、ウィンドサーフィンなどのマリンスポーツが盛んであり、蒸気2つを目的に、多くの観光客が訪れる。 島々の間の交通機関は、スピードボートや小型のフェリーが中心である。2010年の人口調査の結果では、ジャカルタの人口は958万人となっている。この結果、ジャカルタの人口密度は14,464人、平方キロメートルとなり、世界で9番目に人口密度の高い大都市となった。日本企業が多く進出し、自動車、オートバイ、 工業製品などの生産を行っている。日本企業の工場は、単純プリオク、プロガドゥンなどのジャカルタ行政区内やジャカルタの東側に隣接す、西ジャワ州、武賀市県に多く建設されている。都市部の人件費や、物価の高騰から2000年代は東側に進出する、傾向が強まり、中でもチカンペック高速道路沿いには、日系商社が開発した工業団地が終始、 カラーン県などの工場団地に多く工場が建設されている。地元 TV 局のが石森プロダクション、伊藤忠商事バンダイと提携して放送中の特撮変身ヒーロー番組ガルーダの騎士、ビマは当市で撮影されている。日系企業が進出している主な工業団地、いずれもジャカルタと隣接する武賀市県にある。ジャカルタは常に 深刻な交通渋滞に悩まされており、世界的に見ても最悪レベルの停滞率である。1992年より、市内目抜き通りの解消のために、3-in-1 のルールを導入していた。これは、平日午前7時から午前10時まで、また午後4時から午後7時までの通勤ラッシュの、時間帯、指定道路には、第2、3人以上乗っている乗用車しか乗り入れが、できないというものであった。 しかし、規定人数に満たない自家用車への同乗を仕事とするジョッキーという人たちが発生したため、この規制は有名無実化となっていた。そこで、ジャカルタ州政府は2016年より 3-in-1 に変わる新たな規制として、車両ナンバープレート末尾数字の奇数、偶数、ゴンジールジーナップを利用した流入規制を開始している。カレンダーたま数日には、 車両ナンバープレート末尾数時の偶数車両が、また奇数日には奇数車両の通行が可能である。この規制が適用される時間帯と適用道路は以下の通りである。規制適用時間帯、平日の午前6時から午前10時まで、午後4時から午後8時まで、土日祝祭日は規制の適用外。規制適用道路、JL、メダンマーディカバラート、JL、M、 H3 輪、JL、ジェンダール・スーダーモン、JL、シシンガマンガラジャの前線、及び、JL、ギャトット・シュブロトの一部、パーシンプンガン JL、HR ・ラスナ・サイードとジャーバン・テムダの間。ジャカルタ市の北西に隣接するスカルのッタ、国際空港、西ジャワ州、タンゲラン・県チェンカレン地区が、ジャカルタのメイン空港であり、ここから各地へ、国際線、国内線が就航する。 空港名は、独立時の大統領と副大統領であったスカルノと、モハマット・ハッタにちなんで名付けられた。この空港は、インドネシア人にはチェンカレン、または、ソエッタの通称で来れている。空港の IATA コードである CGK は、空港所在地であるチェンカレン、センクレングに由来している。スカルノ・ハッタ国際空港は、年6300万、 2017年実績地が利用するインドネシア最大仇の空港である。ジャカルタの第二空港であるハリム・ペルダナクスマ国際空港は市の南東に位置し、1985年にスカルノ・ハッタ国際空港が開港するまではジャカルタのメイン空港であった。現在ではプライベートや VIB、大統領機などの発着、メッカ巡礼フライとれている。 ジャカルタ都市圏にはこの他に、ポンドックケイブ空港や、離島であるケプラウアンセリブ、カプーラワンセリブ圏のプラウパンジャン、プーラウパンジャング飛行場などがある。地域内には、国営会社の PT、ケレタ、API が運営する鉄道が走っている。ジャカルタコタ駅が、近郊路線、KRL ジャボデタベックのターミナル駅となっているが、中長距離列車は、ガンビル駅や、 パサールス面駅から発着する。近郊部を結ぶ通勤電車として、KRL ジャボタベックが運行されている一方、地下鉄のような都市内部の大量旅客輸送は、立ち遅れている今日にある。が建設中であるが、2008年7月現在、工事は完全に停止中である。市内中心部の輸送力を増強し道路の混雑緩和を図るため、 南ジャカルタのルバックブルスから中央ジャカルタのドゥクアタスの間の 14.5km にジャカルタ、マスラピットトランジット、マスラピットトランジット、都市内部の高速交通機関の建設が決定された。2006年11月、インドネシアと日本の間で円借間の調印が行われ、2008年6月に MRT 条例が可決されて、 MRT 会社の設立登記の準備が進められ、建設費が抑制できる LRT への代替が検討されたが、地下鉄として着工され、使用車両も搬入が始まり、2019年開業予定。トランスジャカルタという専用レーンを走行するバスが7路線で運行されている。ジャカルタ特別集当局では2008年9月までに、 あと3路線を新設する計画で工事を進めている。当初は運賃があり高なため利用客が少なかったが、政府による燃料費補助削減の影響を受けて、自家用車からバスへの転移が進み、徐々に利用者が増加しつつある。トランスジャカルタ以外にも路線バスが運行されており、中型バスはメトロミニ、コパジャなどと呼ばれている。大型バスでは冷房化が進行している。 ジャカルタうチには42事業者、25,019台のタクシーが登録されており、それ以外に周辺都市から85事業者、約16,600台が乗り入れて営業している。通常のタクシー以外には近年では、スマートフォンを利用した配車アプリである、グラブカー、乗用車、グラブ、ゴージェック、いずれもバイクタクシーの利用者が急激に増加している。また、 道で拾う従来スタイルのアジェック、オジェックと呼ばれる二輪タクシーや、バジャジ、バジャイと呼ばれる、ミワタクシーも存在し市民の生活の足となっているが、料金交渉が必要であることや、目的地周辺地理を、ある程度理解しておく必要があり、若い層を中心に、次第に敬遠される傾向にある。なお自転車タクシーであるッ国、ベーチャは、 交通渋滞解消と交通事故時の危険性を理由にジャカルタでの運行は禁止されている。ジャカルタには多数の高等教育機関が存在する。以下はその一例。なお、ジャカルタには在留法人の指定向けのジャカルタ日本人学校 JJS ジャカルタジャパニーズスクールがある。1969年5月5日、開校当時は 南ジャカルタのラグナン地区にあったが、現在はジャカルタ郊外のタンゲラン県ンビインタロ地区に小学部と中学部、幼年部が設置されている。以下その他参照。ジャカルタは世界中に姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。